Deuteronomy Awards, the nominees for the best and biggest threat. Our first nominee is 25-year-old Terumi Hashimoto. She has been crowned as Bust Queen before. And our third nominee is here with us again, Sakai Yamashita. And last is Mayu Hamakamaya. Has done work for many magazines as 週刊宝石。ほほー、こちらがバスト部門でございましたね。さあ、それではですね、ノミネート者をこれから一人一人シルエットで、ね、はい、形を見ていきたいと思います。それではまず1番の橋本さん、お願いします。はい、お願いします。すごい綺麗。こちらこう一番迫力のある胸だという感じがしますけどもね、うん、これはあのトリンプのちょっと三浦さんにちょっといろいろサイズなどを測っていただきたい。お願いします。アンダー73です。アンダー73です。一斉にお書きください、はい、一斉に書いてますね。トップ97です。トップ97です。飲んじゃいますよ。97。入管は19センチです。入管は19センチでございますね。え、それは何センチが一番いいんですか。口の間と書いて入管だ。私は対して、ね、0.11 かけます。身長に対して 0.11 をかけたものが理想的なんです、ね、身長が 0.11 ですね。入管 18.04 ですね。おお。さあ、それでは続いて2番の方。はい、2番の山崎さんです。山崎さん、こちら先ほどの迫力あるボディではですね、この、スタイル的にこの美しい、ね、胸だということで、早速皆さんお願いします。67です。アンダー67です。細いですね、アンダー67。細いんですけれど、トップ84です。84でございます。トップが入管でございますね。18です。入管18でございます。2部門ノミネートの山下さんでございます。65です。65、アンダー65です。細いですね。これもまだなんか胸がガッと詰まってるっていうね、締め付けられてるっていう。84なんですね。実際はもっとあります。おっと、ああ、俺も直してみたい。さあ、それでは最後の方です。カバヤさんです。カバヤさん、あ、カバヤさん、こうやって見るとちょっと大きいですね、うん、アンダーはこちらで69。アンダー69です。こちらの方も潰してますから、実際今90ですけど、きちんとつけたら93ある。93ぐらいです。潰れて90。潰れて90で、こちらの方は入管狭いです。16.5。16.5。入管がちょっと狭い。今サイズ合ってませんけどね、はい、本当はやはりこのぐらい位置が上がります。はあ、そうすると谷間が出ますよね。うわ、先生触りたい。私胸運がないもんですから。ミニ部門は体全体とのバランスが審査の対象となり、審査員の目に留まったのはどの美乳なのか。さあ、それでは先生、発表の方よろしくお願いします。3番の山下栄さん。早かったですね。3番の山下栄さんです。美乳部門は山下さんでございますね。For the Deuteronomy Awards, the nominees for the best figure are the smallest face. 噛んでませんか。ちょっと間違えちゃいました。ね、発頭身部門でございます。はい、今回はですね、はい、シルエットから登場して、いきなりシルエットで。Our first nominee is Eri Ogawa, 24 years old.She has done work for PJ 水着通販カタログ。おー、水着通販カタログ、はい、ねえ、いただきます。はい、こちらでございます。ねえ、やっぱり健康的な感じの。そうですね、内村さんってこう横に並んで顔を比べてますとよくわかりますよね、顔の小ささが。そうですか、さあ、それではですね、サイズを測っていきたいと思います。やはりこの八頭身にこだわっている山田さん、お願いします。やっと測っていいわけですね。早速この比率の方を見ていただきたいと思います。はい、いろいろこう材料がね、電卓は手放せないわけなんですよ。もう数字好きで。あ、そうですか。はい、24。24。はい、すごい間抜けですよ。6.875 頭身。お、6.875 頭身でございますか。はい、それでですね、はい、あとこの八頭身の場合重要なことは、大体こう八頭身っていうと要するに顔の8倍が身長と、皆さんそれだけにお考えなんですが、重要なのはおへその位置なんですね。それは
あなたの勝手じゃないんですか。いや違います。これはあの古代ギリシャの時代が決まってる。なんだって古代ギリシャの時代が決まってるんですよ。あ、そうなんですか。あのそれ で, ですおへそ位置からここまでの長さをまず最低限測らなければいけません、66センチです。おこれがどうなるんでしょうか。頭のてっぺんかおへそまでの位置がですね、身長の、8分の3にならなきゃいけないんですね。計算どうやってするのか分かんない。おい山田はい。Our second nominee is Emiko Takahashi, 21 years old. 先ほどの高橋さんですね。先ほどね、またこれ2部門ノミネートということなんです。はい。おお、こちらの方でございますね。3ですね。23です。ちっちゃいですね。身長172ですもんね。Our third nominee is Amina Tominaga, 22 years old. She's been in many commercials for the close-ups for her cheek and legs.あこの人胸ビニュー部門でもいけ、ね、たんじゃないですか。いけたんじゃないですか。はいですか。65ですね。65でございます。大体みんな同じような数字で出てきますね。Our fourth nominee is Maho Otsuka, 20 years old. She's done work for トンネルズの皆さんのおかげです。この人もまたスタイルがいいですね。どうもこんばんは。67ですね。67でございますか。はい。しかしスタイルはいいな。さあそれではこの後八頭身部門受賞者の発表へ移りたいと思います。八頭身部門はより八頭身に近いことはもちろん、その形やトータルバランスが審査の対象となる。やはりこちらは山田さんに発表していただきましょう。お願いします。で発表いたします。八頭身部門グランプリはエントリーナンバー3番の富永亜美奈さん。富永さんでございます。富永さんにおめでとうございます。さあそれではいよいよ嘘デミー賞グランプリの発表です。グランプリは各部門賞を受賞した女性の中からより理想的なトータルプロポーションを持つ女性に与えられる。さあそれでは一体誰が選ばれるんでしょうか。発表です。グランプリはビニュー部門の山下栄さんでございます。おめでとうございます。嘘デミー賞第1回栄えあるグランプリとございました山下さんにトロフィーの授与でございます。どうもおめでとうございます。これ総評としまして、これ山田先生、まあ、あのビニュー部門で、あのグランプリを獲得されたということと、あとあの股下部門で股下割比率 47.56% 2位だった、ね、2位だったわけなんですか。そういう、まあ、あの総合的なところで、この後はですね、歓談そしてビンゴゲームなどがございますので、ぜひ皆さんね、楽しんでいただきたいと思います。どうも皆さんありがとうございます。いかがだったでしょうか今回の USO。 とにかく言えることは、いつの時代も女性の体は美しいということではないでしょうか。番組宛に一通の手紙が来ました。 VTR の前に内村さんは何と言ってるんですか。あれは Let's check it out、 結局なということですね。ちょっと違うような気がするんですが、天谷君、はい、天谷君は今回のこの USO どうでした。私あの三浦先生にちゃんとバスト測ってもらうの忘れちゃったんですよ。ちょっと心残りです。それが交渉はいくつですか。交渉サイズは85です。お後ほど触ってもよろしいでしょうか。お断りします。いけつかねえ女でした。それでは皆さんこの辺で。Thank you for joining us tonight again, and see you on next week on our next edition of USO. Good night.